ありがとうございます。ありがとうございます。はい、突然盆栽フェス大変大勢の方に来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日ですね、ちょうど、フェスが終わって1週間経ちまして、はい、駐車場をちょっと見てたらまだ売れ残りがあって、まあこんなのがあったんですけど、急遽なんかやろうと、なんかやろうという話になって、ちょっと今見つけてきました。はい、これどうすんのっていう話ですよね。どうすんのっていう値段書いてありますよ。3000円。3000円。はい、1割引き引いてくれないんです。まあそれいいか。これを目標としては5000円の金にしたい。あまりお金の話じゃない方がいいから。目標が高いのか低いのか分かんないけど。なるわけないでしょってね、言われたんですけど、はい、まあ分かんない。これどうするかっていうのをちょっと作っていきたいと思ってるんで。で、まだこんな木がまだ残ってます。はい、1枚のね、すごく赤松もあります。鉢がいいやつ、はい。だけどちょっと大きいんで、ちょっとこれ選びました。はい。はい、ということで、これをなんとか作ってみたいんで、という回に。はい。レスキュー企画。レスキュー企画で。はい。2時間で終わらせないといけないんで、そうですね、はい、お家帰んなきゃいけないお家帰んなきゃいけないんでやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まずですね、雑草取りと古葉取りをちょっとやりたいと思います。まず何で買ったかっていうと、結構古いんですね、肌がね。そうですね、肌が古いのと、まあ太いのと細いのっていう、背の高いのと低いのっていうのが、できてるっていう、まあそれだけなんですね。はい、まあ正面もちょっ と草取って、葉っぱ取ってから決めようかなと思いますんで、はい、まずちょっと雑草取りと、はい、古葉取りをちょっとやりたいと思いますんで、はい、ちょっとお待ちください。完全中だけど売れないですもんね、どうしたって。まあでも鉢ちっちゃくすれば、枝ちゃんとかけて、ああ鉢ちっちゃくしたら、8000円ぐらいでも売ってそうな、ああかもしれないですね、もしかしたらね、金にもなりそうな。うん、ただ、今5000円って言ったら笑われましたから。いや、昼間さんが作ったんだからそれは上がりますよ。いやなんとかなるようにしたいと思いますんで。で、古葉取りはまあ普通に五葉松と一緒ですよね。できるだけあ、これまあ赤松はいいか。下から上に基本はね。そうですね。はい、こう葉っぱ上からこうやんないようにっていうことですね。はい、目を痛めちゃう。痛めるんで、ちょっと頭の方を、そうですね、見栄えを考えたらちょっと多くして、はい、成長のことを考えると少し少なくしたい。本当は少なくしてあげた方がいい。上の方が元気なんで葉っぱは少なくしてあげた方がいいんですけど、ちょっと仕上がりのことを考えると。古葉ってことですよね。そうですね、古葉ですね。古葉っていうか今年の葉っぱですね。ああ、もう葉っぱ透かしみたいな。そう、これは去年の葉っぱを今取ってるんで、今年の葉っぱを少し減らしてあげた方がいいんですけど。こんな新芽の時でもいいんですね。ああ、大丈夫ですね。これだって冬場にはまたもっと減らしますからね。そうですね、新葉をね。七五三なんです。七五三っていうやつですね。これだけでもなんとなくね、綺麗に見えてくると思うんで。そうですね、はい。はい、古葉取りが方法終わりました。はい、はい、今度ちょっとあれですね、枝枯れがいっぱいあるんで、ちょっときれいにしていきますね。はい、あんまり私こういう細い文人木っぽいやつは、人とかそういうのは必要ないと思ってるんで、きれいにできるだけすっきりと切っていっちゃいます。これ一回長くして切ってるんで、こう枯れてますから、やこむこともないと思うので、きれいに元から切っちゃいます。文人で、人とかあんま少ないかもしれない、ね、そうですね、まああってもいいんでしょうけどね、あんまりいらないかなって、すっきりしてる方が割といいかなって気がしますね。こうなんて言うんだろう、こう動きを止めちゃうっていうんですかね。なるほど。お、また新しい言葉が出ましたね。違うこう流れを止めちゃうみたいな。流れを、目線が散るというかね。ああ、なるほど、それもあるかもしれないですね。こういうとこね、はい、止まっちゃいますよね、これね。止まっちゃいます。止まっちゃいます。強引に言ってますけど。こんな感じで、これもそう。フェスはどうだったんですか。フェスは本当に大盛況でね。大盛況ですね。過去最大というか。毎回更新してますね。そうですよね。売り上げも多分、人も多かったですね。人も超えてますよね、きっと。だから、9時だと早く来ちゃう人がいるからって8時にしたんだけど、やっぱり8時でも早く来ちゃうんで去年より並んでた気がする。9時でもいいかもしれないですよね。9時でいいと思います、ね、駐車場困るらしいです。なんかあ、そうですか、皆さん早く来ちゃうんで、だったら皆さんのためもあって、もうなんなら10時でもいいんじゃないですか。でもいいかもしれないです ね、 ねで、かんちゃんに言っておきましょうよね。そうすればほら、
10時からね、うん、あの中華料理屋さん来てもらえば、あそう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 、もうスタートから、ね、みんな早すぎて晴れてくる人がお昼までいないじゃないですか。ねあれそうそうそう。だからそう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 ですね。ちょうど落ち着いたぐらいに、ね、そう皆さん帰っちゃったから来たんでね、中華屋さんね。ちょっとタイミング悪かったですけど。そうですね。美味しかったあれね。美味しかった。角煮とかもね美味しかった。うん、はい。でさいよいよ、正面どうしようかって話ですよね。難しい。で、まあ、例えば一つの候補がそちら、はい、でこの枝をどうするのって、これを差し枝にしようとすると、うん、ちょっとこっち振りたい、うんうんうん、でこれが少し邪魔になってきますけど、はい、これを差し枝にしてこれを子供にですよね、うん、まあ、子供というか奥さんというか、そうするとね裏がねちょっとなくなっちゃうんですね。まあ、これ唯一あるんですけど、親のこちらの方がここら辺がランドになっちゃう、うん、もう一つはこう正面真正面から、ちょっとこっちにした方が差し枝は見やすい、ね、見やすいよ、うん、そうするとねこっち子供が出るんですね。子供とかごめんなさい奥さんが、ちっちゃい方が前に出てきます。そうそう、親あのお父さんよりもお母さんが少し出しゃばっちゃうとちょっとうちみたいになっちゃう。広まけ広まけ大丈夫だってしまう。ダメだ大丈夫だ、うち見ないから見ないから大丈夫大丈夫ですけど、はい、こうなっちゃうんで、うん、そうするとまあ控えめじゃないお父さんもたくさんいますけど、どちらかというとお父さん前に出た方がいいかな。なるほど。じゃあこっちかもしくはちょっとこっち、うん、した時にどう、まあこれでもいいんですけどね、うん、た時にどうかなっていうと、今度これが裏になってくる。はい、はい、でこれをですねバキッと折れば、うん、折れば差し枝になってくるかな。あでも差し枝の方が上になっちゃうんですね、あ裏枝よりも。ああそう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 、まあまあそれはでもしょうがないかなって。うんこれもまあ裏もできて、この辺がちょこっと作って、まあ、これはこれ頭ですね。だからまあ唯一ちょっと心配なのはこれが頭作るんだけど、ちょっと枝が少ないんで、うん、まあ、ちょいちょいちょいとこう作って、もう頭の周辺が少ないかなっていうのがあるんですけど、で裏はちょっとうるさすぎるんで、ちょっとこれ切りますけど、はい、裏はじゃあこれちょっと多すぎるんで、ここかんぬきありますね、はい、なんで真ん中切っちゃいましょうか。はい、はい、これを切っちゃいますね。はい、これもちょっと長いかな、これもね、うん、これ裏ですからね、うん、ちょっと一番長いんだっけ、切って、うん、これもちょっと押さえちゃうか、これも押さえちゃうか。あとはもうみんな間延びしちゃってるんで、少しあんまりぐちゃぐちゃっと畳み込んでもおかしいんで、少しあの針金をかけて畳み込むというかね、少しちょっと寄せるぐらいで、はい、あとポン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 ってこう作れば、うん、はい、前作ったアートみたいな感じでね、少し緩やかにかけて前作ったアートですね。前作ったアートね、どうしたかねあれね。そしたらどうしようかな、これちょっとイメージ的には本当はこれはずっとこっちに行って、うん、こっちが少しこう一回夫婦寄せて、寄せて夫婦寄せてこう行くのが一番理想なんですね。そうですね、でそこまで針金かけるかっていうのがあって、とりあえず裏枝とこっから上だけで少し持ってって、これもそうだな、この枝と枝木、この枝と枝木みたいな、この辺2本かけて少しこっちにするような感じで、うん、ここにかけないで、幹はかけずに、かけずにちょっとやってみたいと思いますんで、はい、はい、じゃあ当選で、なんか今すごいあのどうしたいかっていうか、あのいい流れでしたよね今。多分ここら辺が一番大事なところなんですよね。そうですね、うん、結構だからそのこれがこうだからっていう、はい、そうですね、あれちょっとね太い、ごめんなさい、太い銅線置いてきちゃったんで、うん、ちょっとごめんなさい、アルミ線持ってきますね。はい、3ミリですね。3ミリのアルミ線、はい、まずアルミ線を裏枝とこの幹の周ですね、もしあれだったら、うん、この枝とこれ、はい、この枝とこれとかけるとここが2本になりますよね、はい、なのであえて2本で太いやつをね、そうそう1本というよりはそんなイメージでやりましょうか。やっぱコンセプトは、うん、こう折り残った結構どうすんのこの木っていうような木を、そうですね、さっきの状態だったらやっぱ確かに3000台も高いぐらい、うん、誰も買わないっていうのはね、そうですね、どうすんのっていう木をまあ作ればどうにかなるよってなるという感じですよね、うん、うん、どっち向きでもいいですね。ただこれはライダーはどちらかというと抑えたいんで、うんうん、この幹に対してこの 上から入ってくるっていうところだけですかね。
下げたいから。下げたいから、うん、そうですね。これぐらいまでかけておいて、ちょっと長かったかな。まあこういうのは将来使うかもしれないんで、一応大事に、はい、このちっちゃいやつですね、うん、でもう一本ですね、この枝とこの枝、はい、この枝はどこまで針金かけますかっていう話で、うん、一番ダメなのはここで止まっちゃうやつですね、はい、これ止まっちゃうとこの枝とこの枝が、うん、効かなくなっちゃうんで、最低ここですよね、うんうんうん、要はその次にかける枝と、そうこの枝とこの枝を効かすためには必ずこれよりも先までかけなきゃいけないっていうのが、はい、まあ、針金かけの基本ですね。で先までかけてもいいんだけど、この3ミリでここまでかけるとちょっと太いというのがあるんで、うん、正直言うとちょっと太いんですね、この枝に対しても3ミリはね。そうですね。なんでこの辺で止めて、ここをできるだけ2本をね、うん、太いのをかけたいっていうので3ミリしますけど、はい、これがね、という難しいですね、初心者には。そこら辺をね、ちゃんと説明しないといけない。でこの枝もだから途中で止まっちゃいけない、はい、必ずこの太い方の、この太い方だったらこっちですから、ここの先端まで行かないといけないですね、うん、ここまで行くかこの先まで行くかっていうところですね。でもやっぱその次のところと、そう次のこの枝をかけるときに次のことを考えてですね、そうですね、はい、という感じです。できるだけ針金は前にかけた針金に沿わせてやります、はい、重なってた方が、そうですね、見栄えがいいから、見栄えがいいからですね。あと効きますね、近い方がね、うん、太いのが結構グワッて畳む時とかは、ずらしたりもするんですけど、ああそうそう、そういう場合もありますね。これはちょっと下に入るか上に入るかちょっと後で考えますけども、はい、うん、こっち側にかけたのはここに針金が入ってきたいから、うん、この針金の後ろ側にかけたっていうのは、この後ろにここにかけたいから、うん、ここにね、ここにこう入れたかった。なるほど、はい、難しいですよね。難しいですね。動画でなかなか針金かけ説明するそうですね。でやってても、うん、やりながらじゃないと分かんなかったりしますね。ああそうそうそう、そうですね。長いかな、いいか、とっとくか、とりあえず無理しないで、はい、じゃあここまでかけてやめましょう、はい。あ、そうそう、これ下ろすんですね。下ろすって言いましたよね、はい、下ろすってことはこの上にやっぱり来なくちゃいけない、枝の上から、はいですね。でこれ本当はね、こう折りながら、あのかけてから折る場合もあるんですけど、少しこう下にかけといて折ってから、折るっていうのは、折るっていうのは指で下に押さえながら、押さえながら、押さえながら、だから割れない程度に押さえながら、うん、押さえながらこう針金をかけていくと、はい、まあよりいいですね、聞きやすい、聞きやすい。で本当はここにかけたかったんですけど、どうしてもちょっと ここを重視したいので、ここにはかけられなかったですけど、まあここにはかけられるように、出っ張ったとこ、出っ張ったとこで、曲線の角に、角にですね、そうですね、はい、これは太い方なんでこっちじゃなくてこっちですね、はい、はい、太い方にかけて、太い方にかける、次の針金の支点となるように、はい、そうですね、勉強になりますね。勉強になりますね。ただね、うん、どうしようもない気をかけるだけじゃなくてね、うん、少しでも勉強になれば。教育番組ですから。教育番組。はい。とりあえず針金をかけていっちゃいますか。はい。これも下ろすようですね。そうするとこれとこれですかね。うん、これとでこれとこれかけるなのかな。イメージ的にはこれとこれをここまでかけておいて、これもどっちかというとこう幹をこうしたいっていう。うん、うん。はい。ところなんで3ミリでこれと芯をかけて、途中でこれとこれをかけるようにね、はい、そうこれとこれがかけてクロスしないような位置にかけるなきゃいけない。例えばこの枝の上に針金が起きたら、この針金の上に、違う違う、この枝のこの上のこの枝とこの枝を針金かけようとしたら、はい、この上、これの上に針金が入ってくるようにならないとクロスします。こっちが例えば上でこっちが下だったり、うんうん、こっちが下でこれが上だったりするとクロスするんで、はい、下に針金が入ってくるか、もしくは上に入ってくると、うんはい、いう針金かけになります。はい、はい、針金が交差するとそちらも見栄えが悪い、うん、見栄えが悪いし効きが悪いということですね。効きが悪いということになるので、考えながら、考えながら一応考えてるということですね。これはどちらかというと少しこれが前に出ちゃってて、こうねじりながら行きたいっていうことは、うん、こっち回転で針金をかけてきますね、はい、半時計回りですね、そうですね、はい、
あれですね、初心者の人はいろいろやってみて、あ、そうですね、やってから、うん、この動画見たら気づけるかもしれない、ね、あ、そうですね、最初からできる人はいないですね、うん、そうですね、針金鍋はね、そうですね、とりあえず聞けばいいんで、聞けばいいってことですね、うん、はい、これもだから太いところで割っちゃうと、この先がかけられないんで効かなくなっちゃうんで、はい、片方のところまで添えられるぐらいまで一応塗っていって、はい、針金かけとく、そうですね、かけられなくてもいいです、こんな感じで添えられれば効きますんで、これでかけられますから、でこれで言うとやっぱり上かな、これの上、まあちょっとここでもいけますけど、これの上に入ってくるような感じで、うん、ギリギリあの針金1本分ね、はい、開けてすと、それを狙ってちょっとピッチ短くなりましたけど、うん、それを狙っては何だったんですか。この上をに針金が入るように、入るように狙ってですね、でさらに1本分開けとくと、あ、そうですね、次の針金の、はい、そうですね、ショートとかで針金かけ講座みたいなやってもいいかもしれないですね。ああ、簡単にね、本当ピンポイントの、はいはいはい、こういう時はこうしてくださいみたいな、なるほど、で、これとこれをかける、そうすると先ほど言ったようにここは2本になりますから、はい、この間でねじれると。今日の昼間さんは論理的ですね。論理的だ、論理論理論理、寂しい、寂しいになっちゃう、寂しい、これはね難しい、ここはさすがにこれ針金細いんで、うん、ですね、ちょっと寒いだときついか、うん、ちょっとその枝もね、どう持ってくるのかな、難しいですねこれね、うん、1.8 かな、 1.8、 ちょっと細いけど、そうなんですよ、畳んでいって最終的にどっかに落ち着かせるんですよねこれね、うん、その感じしかないですね、要は間延びした枝を縮めるっていうことですね、畳むっていうのは、そんな感じですね、はい、先ほど言ったようにこの針金の下ですね、はい、ここに入ってくる、でここはここに入ってきてこっちへ来ると、必ずこう下でこう持つように、こう持つんじゃなくて、はい、はい、ってないと、まあいろいろとあのやっぱ歯をこう手でいじっちゃうことがあるんで、はい、必ずこううちの手は下にですね、上から持ってると素人かなと思われちゃう、そうなんですよ、やっぱ舐められたくないですね、舐められたくないですよねこれでね結構手つきで、なんとなく分かると思うんですよね、こういうふうにやってるなって、あ、この人知ってるなって、こんなふうにやってるとね、あ、素人だなってみんな素人なんですみんな素人いいんですけどね、それでいいんだけど、かけられればいいんだけど、でもやっぱりちょっとよく見せたいちょっとよく見せたいっていう、うん、あ、ちょっと変な曲がり方、変な曲がり方をした、割れた、割れたかもしれないな、てか赤松すげえ硬いんで、はい、気をつけないと、パキッと、うん、変な曲がり方をしました変な曲がり方、今みんなグニャって感じでした、グニャって感じで、なのでここは逆にギブスですね、ギブス、まだ助かる、うん、逆に針金で固定してあげるっていう、2つ接近してますよね、あ、目が、2つの目が、はい、でこう少しこんだけ葉っぱは少ないから開かせてあげた方がいいということで、うん、そうするとこのまま両方にかけてこういうふうにやってあげるのもいいんですけど、私のように時間がない人はこちらだけをこう開いてあげれば開きますよね、そうするとこっちを例えば一こっちに曲げてあげて、でこっちをこっち開いてあげるとか、うん、そうすると少しこう離れて見れると、はい、風も光も入りやすくなり、そうですね、まあ単純に針金かけが面倒くさい人がこっちにかけないっていう、はい、時短レシピ時短っていうかねそうそうそう、さっき曲がったところを保護しながら、うん、ここですね、うん、で、こういうところはまだ若いですから結構曲がります、はい、でこういうやっぱり旗の割れてきてるところ、うん、このね割れがきっかけになってバキッていくんですね、うん、はい、なんでこんなところでちょっと針金かけていっちゃいましょうか、はい、少し、はい、しばらくお待ちください、お待ちください、はい、
とりあえず張り替えが今日終わりました。終わりました。あ、でも始まって1時間ですね。はい、ここまで、来ました。で、先ほど言ったようになんとなく見えてきた感じもすると思うんですけど、これが主木で、はい、これが頭ですね。で、ここら辺がね、少しやっぱまだ多いかもしれないですけどね、うん、裏がまあこっちの裏とこっちの裏とあってもいいかもしれないですけど、はい、ちょっと裏から作ってきますかね。これ少し多いんで、ちょっとこっち側に振っちゃいましょうか。これにちょこんと、これはこういう感じ で、これもあんまりその畳み込むというよりはやっぱりこういう幹がそんなにこうね変化のある木じゃないんで、ゆすれゆすらと枝を操作しながらなんとなくこう棚を作っていくようなイメージで、はい、どうでしょう。ちょっとまだ正面から見たいんで、うん、これはちょっとここの元がね結構危ないです。バキッていきそうですけど、はい、これはこの辺に乗っけてきて、まあちょっと取っちゃってもいいんですけど、うん、とりあえず乗っけておきますね、こっちの方に。ちょっと一回大体の位置に、はい、その後こう上に乗っけたりとか、あんまりね上乗っけるまでないと思うんですけど、まあ、ちょっとはい位置とか、そうですね、目数が少ない、うん、目数がね、五千に近づいてきた、もうなってますね、もう、もう当たらないか、まだなんだ、みんなに冷やかされてます、五千にならないねって、はい、ここら辺はちょっと全体で頭かな、ここね、ここはちょっと、それじゃあまたの、またを開けちゃって広げちゃダメだよ、または開くな、また開いちゃう、または開くな、開くな、マレタマラさんだよ、あの、散々俺たち言われたもん、言われた、一つ上の先輩です、広間さんもよく言ってます、よく言ってます、はい、または綺麗に、または綺麗に、やっぱね、ね、みんな言われてるんですね、言われてるんですよ。あれですよね、格言をいっぱい世の中に出します。自分で言わないからそれは言ってもらうもんですね。そうですね、ね、でも何、または綺麗に、または綺麗もだしね、枝は3本だとかね、あ、枝3本はそうかもしれない、枝3本もそうだし、うん、あと何ですか、まあ、分かんないけど、最近だとあの川崎先生の動画の終わる時の以上っていうのが僕結構、うん、ああそうなんですか、好きですね。あ、川崎先生言うんですか、そう、以上です、以上ですって言って終わる、なるほど、なるほど、かっこいいですよ。なんかじゃあ私もなんか決めなきゃいけない、決め台詞をね、決め台詞をね、これ枝多いな、ちょっとね話してもいいぐらいだな、ちょっとね多分そっちから見てですけど、はい、これなくてもいいぐらい、こんだけ枝細いんで、うん、これがちょっとうるさいぐらいですね、これとあとこれもやっぱりいらなくなっちゃうぐらい、うん、って気がします。ちょっと寂しいんでつけて、もしかしたらこっち枯れるかもしれないんで、裏なくなったらアウトなんで保険で取っときますけど、はい、将来はこれとこれがなくてもいい、うん、っていう感じします。どうですか、そっちから見てないって、うん、あの分かんないですけど、まあ、こっちの枝とつながっちゃいますよね、うん、それがあるとね、そうそうそう、これがね中途半端、あ、そうか、これだ、もうちょっとあれだな、裏だからやっぱり、確かにここがね間空いてるから、うん、ちなみに角度変えるんでしたっけこれ、まあ、次の上、結構今樹木が、あ、そう、今ここ曲げようって言ってたんですね、ここ曲げようって言ってたの、ここ曲げて回復される、うん、ここを曲げて、ここもさらに曲げて、うん、でここはここもここを曲げて、ひねり、あ、外側にほんとこっちに寄せたくなっちゃう、ね、本当はね、そうなんですよね、うん、うん、悪くないですね、悪くない。今いくらぐらいになりました？いや、5000円、もう5000円に、うん、あー、すごい、4800円。ちょっと5000円、変わんねえか、5000円で買うかどうかですよ、買うかどうかですね、うん、買うかどうかはあなた次第、お店置いといてもらいましょうか、置いといてもらいましょうか、5年で売れなかったら失敗ということで、失敗っていうまた棚が増えただけっていうのは3000円で置いとけば元に戻る3000円でも売れなかったりしてね、だって3000円って言っちゃってね、5000円で買う人いないですよね、どうでも、まあ、ヒルマさんが作ってるんですよ、いやいやいや、それ以上の価値ありますよ、いやいや、ね、動画の目的はうん、どうすんのって木を、そうそうそう、こんな木どうすんのって木を、まあ、どうにかなっちゃうよって、あ、なったかどうか分かんない、なったかどうかっていうのはもう視聴者判断か、視聴者判断ですね。
これ取って終わり。あ、さっきの枝、うん、これね、やっぱりちょっと寄せたんですけど、あんまり多すぎてもいけないのと、もったいないんですけどね、枝数少ないんで、はい、とりあえずこれ切っちゃいますね。で、本当はこれも取りたいんですけど、今だからこれがちょっと気になるの、まあこれ将来どうなるかわからないんで、これどうするかと、あとここかな、うんうんうん、ここはまあとりあえず2つ分けましたけど、だからやっぱり枝数少なくていい、これだけ細い文人木なんで、そんな枝数2つか3つあればいいよって、ちょっと頭寂しいですけどね、この辺がね、1個なんで、うん、そうですね、うん、これで増えていけば十分、うん、いけると思います。まあ裏の大事さっていうのも分かると思う。ちょっとね、ちょっと寄せてもいいんですけど、はい、まあでもまあまあ許容範囲かなって、このままでいい気がしますね。うん、これね、これ5,000円で売っててもおかしくないと思うんだけどな。僕はなんだろうな、主木ちょっと立てたくなるというかね。こっち？うん、こういう下っぽな。これはあると思いますね。なんか流れがなんか、うん、これはあると思いますね。出る感じがしますね。こっちはね、ちょっとね。流れがこう右流れなのにちょっと今帰っちゃってるじゃないですか、うんうんうん、ここがなんか気になっちゃう、うんうん、そうですね、ここね、ちょっとね、こんな感じで少しだけでもコスト違うかもしれない。ちょっとね、うん、はい、まあ一応ここでも曲げてね、こっち持ってきたのとこっちも少しも曲げて、まあ寄り添ってるところから少しこう離れてみたいな感じでいいと思いますんで、はい、一応作ってみましたということで、はい、あ、でも1時間半、多分1時間半ですね。あ、こんなんできればね。ってことは、皆さん5,000円で売れますか？置いといてもらって、ここに置いといてもらって、はい、だから早く来れば買えるかもしれないです。いや、これは桃源さんにちょっと置かせてもらう。置かせてもらって、うん、5,000円で。それ以上つけることには、もうお店の方にバッと出しますんで。それで。動画出てるから5,000円でしか出せない。5,000円出せない。でね。でもまあまあ、もうちょっとでもいいかな。ちょっと、どっかにサインでも入れといてもらえるか。じゃあバッチつけちゃう。バッチつけておく。これでもいいかな。うん。ね。はい、という感じで感じですかね。どうでしょうかって、さっきだって、うん、こんなだったんですからね、うん、最初は、はい、それからすれば、でそういう木がまだあるかもしれない。そうですね、はい、でも針金掛けの話と、うんうん、やっぱこの配置というか裏枝ですよね。これそうですね、これこんだけ間が空いてて裏枝なかったら相当あそうそうそう目立ちますもんね、うん、だからこ の我々間って呼ぶんですけどね、うん、この間の中にこういうものが出てきて、奥行き感が裏枝の大事さっていうのもね、感じてもらえるんじゃないかと思うんですけどね、少しまあこれなんかも揃っちゃってるんでね、出張りして、例えばこれ取っちゃってもいいかもしれないですね。うん、そういうのもあるかもしれない。これ取っちゃいますか？まあいいか、どう？いや、ない方がいい気はします、僕はね。え、取り出しちゃってますもんね。うん、じゃあ完成と言いながら取っちゃいましょうか。えいっ、そう、6,000円になっちゃった。あらららあら不思議という感じで、まあ、うん、そうするともっと中に入れてもいいわけですよね。うん、こんなね、そうですね、うん、ちょっとこれなんかももっとこう幹に寄せてもいいし、うん、終わるといってなかなか終わらないパターンが出てきちゃうわけですね。だから、うん、なんだ、目数が増やすだけって感じですね、うん、あとはね、そうそう、あとはだからポン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 と配置していって、で、あとこういうちっちゃいのがどうなっていくかとか、うん、とかね、これがね、どうなっていくかで、あとは頭はもうすぐ増えると思うんで、はい、1年2年でというなればすぐもうこれはもうどんどんもう肌来てるんで、1万円はすぐなると思います。これそうですね、ね、まあ、2,3 年あれいけるいっちゃう、ね、いっちゃうと思うんで、これだけ細くてね、古い木なんで、うん、はい、いい鉢に入れれば飾れるようになるかもしれないですし、はい、はい、ということで、たった1時間半で転がってる木を作ってみたと、はい、いうことですね。最終的には倍の値段になっちゃった。じゃあ6,000円で6,000円になっちゃう、はい、不思議ですね。あ、だから6,000円つけといて、うん、盆栽木を見ましたって言ったら5,000円にしましょうか。どうでもいいかな。6,000円でそのまま買う人がいたらすごいですね。それが本当にすごいですね。そうそうそう、だから一般の人でね、うん、これ6,000円なのって安いねって買う人いるかもしれないし。はい、ということで今日は盆栽フェス、はい、ありがとうございました企画ということで、ちょっと高くして売ってるのに、これね、ありがとうございます企画ということで。
ということで、次回今度は11月に、作品展があります、大宮の門町っていうところでね、駅のそばでバラエティに富んだ本当に初心者の方からベテランの方までが展示されますんで、ぜひそっちの方も楽しみに来ていただければというふうに思ってます、できるだけね、私とカンちゃんは皆さんとお話しできるようにフロアにいようかなと思ってますんで、はい、で初の即売会もやるということで、いろいろともう初めて尽くしなんでどうなるか分かんないですけど、ちょっと楽しみに来ていただければと思います、はい、ということでこのチャンネルと違うこの動画がいいなっていう人はいいねボタンと、あとチャンネル登録と何でしたっけ、メンバーシップ、メンバーシップね、お願いします、ぜひお願いします、はい、ということで途中に置いてありますんでよろしくお願いします。また来週、はい、また来週、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。